はい、こんにちは。毎度行数で、鶏もも肉買ってきました。鶏もも肉に対して、よいしょ。まず、両面に塩をします。もう筋切ったりとかしてないです。両面に塩をして、ちょっと置いときます。それから、まあ、昨日の動画と合わせて聞いてほしいんですけれども、昨日は、アルパカのピノノワールをいただきました。500円ワインとしてとても美味しかったです。ただ、私の引き出しが少ないのか、ピノノワールで思ってた味よりかは、ちょっとしっかりめでした。私の思うピノノワール像とはちょっとずれてたんですけれども、それは私の引き出しが少ないだけかなと。本日は、シラーをいただきます。ピノノワールがラズベリーのフレッシュな果実味と滑らかな口当たりが特徴のワインです。それに対して、シラーは、ダークチェリーの香りと、しっかりしたタンニンに、豊かな果実味を持った味わいです。いただきましょう。あ、ピノノワールもう一つ、動画の後、もう一段階雰囲気が変わったんで、よく開かすといいですかね。だから例えばデキャンタするとかして、飲んでる最中に印象も変わりました。動画の後の方がピノノワールっぽさを感じたんかな。まあいいや、言うことがまとまってない。はい、シラいただきます。あ、ピノノワールよりかは、はるかに重い。ダークチェリーの香りと、わからん。しっかりしたタンニンに、豊かな果実味。床に置くと回しやすいですよ。床に置いて回すだけで、このスワリングは上手な人っぽいですよ。ああ。豊かな果実味ね。なんか、ピノノワールは、滑らかな口当たりが特徴のって言ってもらって、じゃあこれは滑らかじゃないかよって、この、ワインの表現って難しいですよね。というわけで、ちょっと塩コショウで、鶏肉寝かします。休ませます。あと、鍋の数が足りない。今日は、トリュフチーズの、マカロニと、じゃがいも用意しました。また後ほど。これは、家事やろうっていう番組で紹介されていたやり方です。今、フライパンはもう、冷たいまんまです。油をちょっとタラッとします。これは、ごま油使いました。で、皮目を下にして、鶏もも肉を置きます。
でですね、クッキングシートを載せます。で、これは水が入った鍋です。ドン。で、弱火で、10分焼きます。この重しが、重しが。はい、10分経ちました。これは、ちょっと水が来た。これでですね、映ってます。1、2の、よいしょ。これで皮がバリッバリになってるんですよ。というわけで両面焼いていきまーす。はい、ではですね、マカロン、お湯が沸騰したんで、今日は、トリュフチーズのマカロニにしています。トリュフチーズのマカロニ、あー香りがすごい。それとピーラーで剥いて一度レンチンしたじゃがいもも投入します。まあ、トリュフチーズなんで、おかしなことにはならんでしょう。はい、これは、10分だっけ ?15 分だっけ ?13、4分。はい。まあ、適当にマカロニは作ります。シラーなんですけれども、話をすごく戻して、今はアルパカの飲み比べをしてるんですよね。シラーなんですけれども、ちょっとこのダークチェリーの部分が癖というか、このアルパカにおいては万人受けするのはピノノワールだと思います。ピノノワールの方だと思います。このダークチェリーの部分を持って、例えばドライフルーツなんかが合いそう。しんどいってほどじゃないですけれども、若干の癖を感じます。一旦止めます。もうすぐ鶏肉がいけっかなー。いっかな、このまま行こっか。トリュフのこれもいい香りしてるわ。それではですね、こんな感じでいけてます。鶏肉買ってきて塩しただけです。で、ポイントは水を張った鍋で押さえつけながら弱火でまず10分焼きました。裏返してからは5分ぐらいかな。
まあその辺は適当で。とりあえずもうお皿に盛らんといきましょうか。料理系 YouTuber がやらないこと、まな板から食う。ひで、はい、いただきます。これですよ、これ。皮がバリッバリなんですよ。これがうまいんですよね。まあ、パセリぐらい振りましょうか。これも業スーで買ってるパセリです。では鶏肉をいただきながらワインをいただく。はい、うまい。まな板から食う。フライパンに戻してもいいか。まあいいや。フライパンの上で切るのはさすがにテフロンがね、痛みそうなんで、うわ、肉がジューシー。これ簡単なんで試してください。上からこう水を張った鍋で押さえつけながら、焼くっていうやり方。あと、もう塩だけでこんなにうまい。ねえ、下処理一切なし。ひどい。早いかな。マカロニはまだちょっと早いかな。マカロニは早いけど、じゃがいもだけ1個いただきましょうか。はい、じゃがいもです。あー、いい香り。うまっ。じゃがいもとチーズ、トリュフの香り付け。ものすごく悪い例えだっていうのは分かってるんですけれど、鉛筆の後ろをかじった時の香りが、あえて言うならトリュフかなと。おいしい。ああ。やっぱりじゃがいもくらいでしたら、このトリュフの癖をちゃんと受け止めてくれますね。というわけで今回は、アルパカ4種、赤ワイン飲み比べていこうシリーズで、ピノノワールに続けて、シラーでした。癖があるという意味において、個人的には、シラーよりもピノノワールがおすすめで、癖がある分重たいんで、ビーフシチューなんかもいけるかもな。ちょっと重いめの料理にも、シラーは合うと思います。ドライチジクあるわ。
今ので映った。ここ。ここか。ちょっとドライチジクと白合わせてみましょうか。やっぱ食べながら、口に含みながらって味変わりますからね、印象が。うん。やっぱワイン、あ。このシラーの癖はやっぱり甘いもんいけるわ。うん。ワイン飲み比べするときはチーズとドライフルーツは何らかの形で置いとくと便利かな。はい、ありがとうございました。この動画でなんとなくピノノワールの方が飲みやすくて、シラーの方が、癖があって、結局どっちもうまいんだよっていうのが伝わればいいなと思ってます。ではでは、この動画シリーズあと2つは続けていきます。